9月2度の登板を終えてまだ一度の勝利もないどころかいっぱいを喫するっていうね。で次の登板は9月13日松坂大輔の誕生日を阪神戦に登板することになるのかな。それってなんか運命的じゃない。ちょっと次の登板が楽しみですね。阪神戦に登板することはこのシリーズ一度もないですからね。ほんとこれ甲子園球場じゃないかな、多分ホームじゃないと思うよ。どうなんでしょうかね、その辺ビジターでの戦いになると思いますけどね。今のところちょっと分かんないな。まあ移動日があるってことはそうでしょうね。ホテルに移動してきたのでビジターでの戦い、松坂の誕生日、相手本拠地甲子園球場で投げることになりますね。運命的な登板が最後の方にやってきたぞ。でチーム もう首位とのゲーム差が9ゲームも空いちゃってますからね。まあこれはもう A クラス入りはほぼほぼ厳しいでしょうね、残る戦いの機会考えたらね。まあそれよりも今日の登板迎えていきましょう。9月13日、誕生日であり相手甲子園球場での阪神戦、楽しい登板になるかしら、それとも苦戦するか。阪神打線を見ていくとしょぼいね。8番に福留が打ってんのか、なんかいろいろおかしくねえかこの打線よ。1番江越とか大丈夫か。でもパワーはあるから怖いね。最後プレーボール、打線の援護は、いや今ランナー出てたけどね、ちょっと助けてよマジでね。そして松坂が甲子園球場に戻ってきました。今季初シリーズ初の甲子園での阪神戦に登板することになりますね。それでいて今日が誕生日だもんね。すごい運命的な登板だよ。まあ、今日は松坂により、松坂のためだけの一日にしてみせましょう。1番江越、ひでえ成績やな。まあ、ただロマン型の選手だからね、パワーがあったり足は速かったりするから塁に出すと面倒だし一撃も注意よ。ただその江越は何にも頭すっから盛んな打法で一つのアウトを取ることができました。ありがたいね、一番バッターが1球目から振ってアウトになってくれるっていうのはね。あれがリードオフマンなチーム最下位な理由、納得やわ。でナバーロも簡単に振ってきて2つ目のアウトゲットだぜ。なんかせっかくの甲子園球場での登板ですからね、苦戦があった方がより物語って楽しくなったり、まあ面白くなったりすると思うんですけどね。なんか苦戦なく勝てそうですねこの戦い。無敵や、無双や、松坂無双が今宵開幕するぞ。あーここで打たれた。松坂がかつてこの球場でやったノーヒットノーランというのはもうなくなりましたね。さすがにそんな順調にいかんわな。いいんですよ、言ったろ、苦戦があった方が楽しいと。親尾くんよく打ってくれたね。この打球は落ちるか、取ってくれないとちょっと困りますけどもね。平田くん、センターの平田くんお願いしますよ。打たないし守らないってなったら最悪だからね。これは危ないね。もうこの手の打球が今落ちてんのが9月の戦いですから、ここは落ちなくて助かった。ドラゴンズは現在9ゲーム差も離されている。まあチームの順位よりも今このマウンドの集中だね。おお、で打席ワンアウトランナー一塁三塁で回ってきたぞ。美味しいチャンスで松坂大輔甲子園球場で打つか。いやバースデーに自分で打ってその得点で勝つってすごいことだよね。それができればちょっとやりたいな、その勝利。よだれが垂れてくるね、想像するだけで。現実として見せましょう。ほい、きたー、最低限のバッティング。ここまで飛ばせば犠牲フライも当然でしょう。イエス、先制点の得点。今日はこの1点で勝てるか、それともまだ松坂が打つ機会がやってきますから、そこでも得点を取るか。まあ何でも言えば勝てればね。トップバッターは俊介、決まった。2回のマウンドの集中だ。もう何でも来るな。ミート力がない上に打ち気な選手って最悪や、ね、ミート力がないんだったらせめて見るくらいしろよ。それもせえへんの。梅野打ってるね、ホームラン10本に打率2割並ぶ4厘でしょ。まあその梅野を抑えましたけど、いや打てる保守ですからね、注意は必要で。お前これだけ打ってる福留をここで使うっていうのもわけわからんね。シリーズ初対決ですよこれはね、元メジャーリーガー対決。初球に送ってストライク、4番で使えや、4番で使えるわ、チームで一番打ってるんだものね。なんでこれ4番で使わへんのや、理由がわからん。でもこれが8番にいるっていうのもなかなか怖いですけどね。ただこの打球は抑えて、あい福留との元メジャーリーガー対決は松坂にまず1打席目は軍配が上がった。いいね、
得点取った後にこれや。おおで得点また入ったね。いいよ。最初の1点は松坂で取ったから、後の2点3点はもうね、野手の皆様で取ってください。はい、オッケー。ピッチャーのとこだからね、簡単に三振で、ゴシすっからかんな打法でよ、いきなり1つアウトくれたが、ここも足は速いから危ないね。ただまた1球打ってきた。もうどういう意図があるんだよ、1番バッターが。その積極性は悪い積極性やな。いやもう自分の好きなチームにこんな1番おったら最悪や。いや打ってる積極性ならいいんだけどね、例えばイチローのようなね、打ってるのであればその積極性っていうのは評価される、むしろプラスに働くよね。お前イチローちゃうやんけ、全然イチローの真逆や、対照的な存在や。そんなやつがイチローの積極性持ってるんだから、ヘイトはたまるわな。ロマン型やけど好きになる要素はあんまないね。試合に出てほしくないわ。2軍でいてくれてたらポジれるよね、あれすごい。すごいからすごいからってポジったまんまでエゴシの野球人生が終わりそうな感じはするけどもね。3回までゼロ、エゴシのおかげで積み重ねられてます、ありがとう。松坂のファンなのかもしれない。おっ危ない、さっき打たれてる大山はまずはショートライナー、そこに人がいたね。糸井超人と言われてる割にはフィジカルの割には残してる数字はなんか毎年しょぼいような気がする。ウェイ、鋭い打球は大丈夫、これでツーアウト、これでツーアウトか。あと一つ、4回ね。おお、よし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 、よく何かが起こるイニングなんですけどね、このイニングというのは、まあ、肘の痛みを訴えることなくバースデー登板。ここまで4回投げてのゼロピッチング、そして次打席が回ってきますね。先ほどは義肥で1点を取った、次はねちょっとね結果を求めたいですね。この打席ガチめの配球やね、空1本打ってる実績があるもの。最後までガチめの配球、ただまた外野まで飛ばした。もうほんとここ最近は外野にしか飛んでないですね、芯に当たってるってことだよ。5回裏のマウンドです、ここを集中しましょう。これを抑えれば勝利投手の権利を得られる。おいで俊介、なんやねんその積極性は、本当にやめとけや。どういう方針や、チームの方針ってことかな。なかなかの無能っすね、こんなんやから監督が変わったんやね、納得。タイミング合いません、あだになりまくってるじゃないですか。その積極性が松坂大輔を助けてくれてるんだものね。弱いチームや。投げました、あーいや大丈夫、これでツーアウト、よかったね。8番に福留がいるんで、そこにやっぱピンチで回すとめんどくさいからね。今日はこの福留ピンチで回さない。最後全力ストレート、対変化球持ちなのでストレートでついた方が抑えれるよね。おっしゃー、5回までゼロピッチングです。どこまで続くこの投球、どこまでも果てしなく海のように広げてみせる。6回ちょっともうちょっと欲しいですけどね、本音はね、得点ね、3点目が欲しいんだけど、その3点目を取ってくれない何、松坂の打席バッティングで取れってことなのかしらね。ならその期待に応えましょう。また7回あたり回ってくるかもしれないね。今日は結構引っ張られると思いますよ。まあでも勝利投手の起用法ですからね、もしかしたらどうでしょうか、ピンチを作るとこの点差ですからすぐ変えられる場合もあるかもしれないけど、やっぱ基本は引っ張られてるんでね、ここまでも。この試合もおそらくそういう起用になるでしょう。はいはいはい、糸原を抑えて2アウト、弱々しい、力を感じられない。肉を食え、肉を、肉を食って力をつけろ、虎のくせにお前全然力ねえじゃねえか。名前を変えるべきだね、子猫ちゃんチームに変えるべきだ。なんか子猫にも申し訳ないわ、この非力さはね、あまりにも。もやしや、もやし、まあ、そんな非力なチームに最後まで打たれない。その粘りはいらないな、松坂大輔からしたら余計な粘り。ああ、くれよお前、これまで付き合ってくれてたやんけ、それは振りに来るんか、違うだろ。サークルチェンジマッチってことか、全力弾き返すも、はい、ライトくらい、まだ失点してません。 QS も達成です。もちろんここで終えるつもりはありません。最高のバースデー登板となってる。回ってきましたね、このチャンス。さっきも言ったろ、自身のバットでもう3点目を取るしかないと。だから取ってみせよう。まだ岩貞投げてるよ。いや打てる打てる打てる、
自信はあるぞ。投げました。わあ、仕留めなかったな今のチェンジアップ。甘い球だよ。第2球、これも甘い。ガーがミスショット、もったいない。2球続けてくるとはね。うわー、やっぱ3点目取れなかった。そして7回のマウンド、球数も56球だからね。これもあって今季2度目の完封っていうのもちょっとちらついてきましたけどもね。完封勝利ってなったらそれこそ4月以来、ヤクルト戦以来ですよ。いけるか、やれるか、まだわかんないわな。こういう単語は出すべきではない。2点差なんてすぐひっくり返るんだから。ちょっとまずい展開になったかも。7回に今日一番のピンチがやってきたね。耐えるよ。投球はこれから3球目、アウトコースストライク、ツーシーム。うわー、ストライクだろう。ボール判定はマジで謎や。第5球、投げた。これもかい、嘘だろう。サークルチェンジでいこう。はい、外れてフォアボール。やっちまったこのピンチ。やばい。あ、でも北条も併殺持ちだ。それでいて絶不調なんだからね今日は。代打もないし、ここをうまく併殺打で切り抜ければ失点することなく7回のマウンドを終えられるのに。何してる。1球も入らないとか論外だろ。まずストライク投げましょう。カンカンカン。よしよしよし、併殺併殺併殺。あー、取れないのかい。糸井の足が速かったか。ターニングポイント、ここで梅ちゃんか。原口代打できた。怖いぞこれ。去年代打の原口めっちゃ打ってたからね。で絶好調でしょ。歩かすのも一つ手ですけどもね。ただ歩かして余計なピンチを招きたくはない。やっぱここは抑えよう、抑える方針でいこう。勝負を避けるはない。すごいこれ、ミートでかいと思うけどね。反応線は調子もいいから。第4球を投げました。ちょっとこれ無理だね、この選球が。もう外に逃げるカットボール引っ掛けてくれたら理想的。あー、もう普段車内ね。結果フォアボールという形になり、ここで降板。もう後続が抑えてくれたので、まだ勝ち投手の権利残ってる。マジか、このピンチ抑えたの誰だ。神だぞマジで。その前に9回抑えろよ、抑えろよ。はい、抑えてゲームセット。ちょっと不本意なマウンドの折り方にはなったけども、バースデー登板で勝利を挙げることができました。これでまた松坂メーターが一つカウントが減りましたね。6回投げての無失点で勝利投手。いやでもね、本当のヒーローは今日は松坂ではなくて、あの満塁のピンチを抑えたピッチャーね。あの後誰が出てきたんだろう、確認できなかったからね。まずは松坂に今季6勝目がついたこと。で、まあ打線も早い段階で得点をくれたのはありがたかったですね。で、松坂の後を投げたのは谷本ですね。その谷本が0回3分の2を投げての2アウトを奪ってくれてるからありがとう。お前これ初めて中日ドラゴンズに来て光り輝いたんじゃないかな。日ハム時代の谷本はすごかったけど、中日でトレードに渡ってきてからマジで活躍せず足ばっか引っ張ってたもんね。ただその谷本がこの好投もあってこうやって報われたわけですからね。いやー、ほんでここまでの数字もね、そこそこにはいいですから、もしも谷本以外のピッチャーがここで出てたらどうだったんだろう。全部返されて失点もあったんじゃないかな。そうなったらバースデー登板が最悪な一日に変わってたからね。本当に感謝しかありません。お前が本当のヒーローだ。松坂にとってのヒーローだよ。これで公式戦シーズンが全て終了したので、まあいろいろと振り返っていきたいと思います。まずチームの順位表ではこのようになりましたね。中日ドラゴンズ勝率5割はあるんですけども、ただ最後の試合で負けてしまったのでね、最下位相手の阪神にね、あそこで負けない中日がいたのであれば今クライマックスシリーズをプレイしてる。振り返る作業なんてしてないよ。でも振り返る作業してるのは負けたからなんだよね。ただ勝率5割ある中日ドラゴンズっていうのは、これ落合時代以来だと思いますので、まあ、そこに
に喜んでるファンはいるんじゃないでしょうかね。うん、でもそんなの喜びたくはないですね、俺は。で、松坂大輔の成績を確認していくとこのようになってます。規定投球回は乗ってないですね、イニングは111イニング、22試合に登板しての111イニングで規定投球回は乗らず、防御率は 3.88 でフィニッシュ。これは良かったと思います。リアルな松坂もですね、これに近い防御率でしたから、まあ、そこの部分は近づけたことっていうのはいいんですけども、ただやっぱ貯金を作れなかったことかな、あと6勝しか挙げられなかったこと、日米200勝に近づくためには1年目が一番勝負と言ってもいいんですよ。なぜならこれからやっていく中で一番若くて能力がある段階だからね。だから逃げてあげることを僕は目標にこのシリーズを進めてきたんですけども、ただあげれたのはたったの6勝のみ、まあ、前半戦では2勝、後半戦で4勝ですからね、前半戦があげられなさすぎたわな。でまた6敗してるので勝率は5割と、目標にしてた勝利数には大きく届かず、まあ、完封1完投1、これはね早い段階でできたことっていうのは良かったんですけど、2度目の完封はなかったですね。QS は9個、率を考えれば6勝上げられてるだけでもいいのかもしれないね。 HQS もたったの1つのみ、奪三振66個で三振率は 5.34、 結構三振奪ってた記憶あるんですけど、改めて数字を確認するとこんなもんなんだね。なんかちょっと予想外ですわ。でフォアボール21で四死球率は 1.86、 まあ制球力はそんなない松坂ですけども、プレイヤーが操作してますからね、それもあってかこの数字になってますが、まあでもそれでもね、ここは良くても打たれてるんだからね。2本塁打9本で率は 0.73、 被安打135で被安打率3割0分1だからね、たくさんのピンチを作りました。でウィップは 1.40 でフィニッシュ。これで今回の実況は終了ということになり、次回はこの松坂大輔のレジェンド物語シリーズのオフシーズンをプレイしていくからね。いや松坂大輔ね、 FA 権取得してるんですよね。中日との契約っていうのは1年のみなので、ちょっとこれを行使してですね、別の球団に渡るっていうのも一つちょっと考えてることなので、もしかしたら次回これを使い別の球団に行くことになるかもしれない。またオフシーズンというのはかなり選手の動きも激しいですからね。例えばパリーグから怪物がやってきたり、これまでセリーグで戦ってた選手があっちに行ったりってこともあると思いますので、まあ、どういう動きがあるのか次回の動画見てくれよな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。